下4番パー4、297ヤード。S です。 OK です、ありがとうございます。これ100、はい、残り125ヤード、8番アイアンで乗せたいと思います。これは乗ったこれは乗った。8番アイアンは最強だからな今日。でもアプローチで乗せます。でもあそこよりはいいんじゃないの、あの何その後の、そう傾斜よりは。まあちょっと分かんないけどどっちがいいんだろうね。近い方がやっぱいいのかな。いやでも行きやすいラインの方がいいでしょう。だよね、はい。ゲームやってて今ミンゴルやってんの。ミンゴルやってる。そう、あ、ミンゴルはああいう時はもう傾斜大変だから、あ、そう、ね、平らなとこの方が乗る。あ、もう入る、ミンゴルは。ミンゴルは入る。ミンゴルは入る。傾斜だとねちょっとね無理。確かに、ちょっとミンゴルみたいな考え方で。ということで残り50ヤードぐらいで打ちたいと思います。いいと思う。いいと思う。よし、行ってみよう。なんかこんなシチュエーションで結構寄ってたのあったもん。はい、行ったら近いみたいな。そっから3パットみたいな。いや、大丈夫ですよ。いいですよね。ポジティブに。ポジティブに行きましょう。よし、この影通りに打ってみます。影通り傾斜無視してると思うけどね。ただ単に、ただ単にまっすぐ影ができてるだけだと思うんですけど。影通りにビシッと入ったらかっこいいこれ。影通りに、はい、よし、うん、傾斜あるな。ちょっと右カップいっぱいぐらい。やっぱ影通りでいいんか。ちょっと全然ミスっていっぱいとかしてた。あ、やばい。OK っす。もう集中してこう。集中力がなくなってきた。やべ、ダブっちゃった。ドンマイです。はい。もうやばい本当に。あれですか、すいません、ちょっとお腹いっぱいで眠くなっちゃいました。なんか謝ってるし。視聴者皆さん本当に申し訳ございません。そっか、そうだね、増えないからね、増やしていきましょう。まだ本当です、まだいっぱいあります。まおちゃんはなんか今年なんかやるとかって今年は目標だったんですか。ティーチングを必ず取る。お、ティーチングを受ける。レッスンプロのライセンス。いろいろあるじゃ、なんか LPGA とか、はい、US。そうですね、USGTF で。あ、なるほどね。まずはね。はい、そうです。受けてみようかなって思ってます。あとは山登りをしたいのと。一緒じゃん。そう、さっき話してて、本当に、ね、本当で本当です。そう。登山っていうかそういうのしてみたいのと、そうです、なんか僕は普通に運動不足なんでちょっと登山しようかなと思って。そう、なんか頂上でおにぎりを食べるっていうの。あー、わかる、なんかわかる。趣味をもうちょっと増やしたい。まあダイエットしたくてそういうのもしようと思ってて、はい、で食事制限も、はい、ちょっと今年ラーメンを食べないっていうのもね。ラーメンを食べないって、ラーメン好きなんですか、めちゃくちゃ。いや、家の近くにすごい美味しいラーメン屋さんがあって、それを我慢するって。それ引っ越してね、それを見つけちゃって、はい、
気づいたら週に 2,3 回行ってて、確実にそれで週に 2,3 回、そうそう、確実にそれで太っちゃったのよ。なるほど。そうだからラーメンをやめるじゃなくて減らす、いや違う違う、もうラーメンを今年は食べない、で今守れてるのね。あ、そうなんですね。なんだけど、そのラーメン食べなければいいんでしょっていうので他のものを好きなように食べてて結果太った。意味ない。そうだから無理に好きなもの我慢しちゃうと、そう他に欲がこう、そうなんだよね。そうなんか、そうそう、でもラーメンはちょっと今年はもう抑える。そうだから、そうゴルフ場のも、はい、そうなんかラーメン美味しそうって見ても、はい、ちょっと今日は我慢して、好きなものをちゃんと食べた方が、人生一度きりだし。でも最近本当に思うんですよ。なんか本にありそうじゃないですか。人生一度きりだから、まあ本当に思います。まあね、本当美味しいものは食べた方がいいよね。美味しいもの食べるのとしたいことをするということで、北5番パー5言いましたっけ、さっき、460ヤードです。パーを取んないとマジで。右はどういう感じだ、これは多分ないだよね、開けてる感じだよね。池とか感じ、よし行ってみよう。パーなんだろう。まだまだあるんですけど、アイアンでとりあえず安全なところに行きたいと思います。はい、お、うん、そうナイスです、安全です、ありがとうございます。まだまだ残りが140ヤードぐらいなんですけど、今日はちょっと当たんないのでユーティリティで打ちます。うん、めっちゃ当たったわ。これめっちゃ当たった。大きいぐらいだわ。よし、よし、行ってみよう。壊れた。よし、ちょっとハイテンションでやろう。こっからマオのハイテンションゴルフ。イエーイ。よしこ。入れてみよう。帰るまで帰れません。です。スライスと見た。おお。ボギー。ボギー。悔しい。次。次。まおちゃん、さっきさ、ティーチングのライセンス取りたいって、はい、ちょっと、うん、初耳でびっくりしちゃって。そう、取りたい、うん、そうですね、お仕事の幅を広げたいっていうのが、あー、なるほど、あるんですけど、確かにね、そうです、そうだよね、やっぱ全然今もね、ゴルフで仕事をいただいてるかもしれないけど、はい、ティーチング取れば、まあその一定のね、こう、はい、なんていうの、技量みたいなのも認められて、ライセンスで認められてっていうのもあるから、はい、確かに仕事の幅は、そう、仕事の幅めちゃくちゃ広げたいですね。うん、マオコンペとかもやりたいし、はい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 、そう、なんかね、季節ごとのコンペとかイベントとかやって見たいし、確かにそうだよ、ゴルフや、確かにそうだよね、ゴルフやってなんか目標はってなると
ぱ何かで優勝するとかグラチャン取るとかライセンス取るとかになるもんね。そうすると確かにね、別に所属してるわけでもないからクラブね、ライセンス一つの目標でもいいかもしれない、はい、あコンペももうね、コンペもやりたいなって思って、おそう3月ぐらいにマオコンペしたいなって思って多分できないから 順番がなんか違うよねコンペ先じゃん、そうコンペ先なんか楽しいことしたいし、あなるほど、ね、楽しみたいから、確かに確かに、そうです、だからなんか百切りの人とかに教えたいって、うんうん、そうだよね確かに確かに、あーなるほどね、もう会えるアイドルからもう自分から会いに行っちゃうんだ、アイドルライセンス取って会いに行っちゃうアイドル、斬新行っちゃう、あみんなと楽しみたい、いいと思います、人生ハッピーみたいな人生そう、一人よりもみんなでね、こんなことしたいなって思いませんか、問われました皆さん何がしたいですか、それではいきます、北6番パー4307ヤード、お、これはいいぞ、いいぞ、うん、いいぞいいぞ、こちらです、こちらです、よし分かってきたぞ、やっとドライバー分かってきました、まあ、ちょうどコースメンテナンスの方がメンテしてるんですけど、ですね、虹です、虹が見えますでしょうか、はい、あ、アップすればいいか、画面越し見えます、あ、虹、はい、虹見えます、すげえ、なんか目土を鳴らしてるスタッフの方もなんかすごい確かに取り組んでいて、そう、それは綺麗だねって感じて、はい、ということで残りが多分80ヤードぐらいなのでピッチングで打ちたいと思います、いいじゃないですか、うん、お、よい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 、これいいぞ、あとはパターン次第、ここは絶対にパー取るよ、取らんかったらまあ1枚プレゼントしますフフフフ、確実にパーを取ろう、よし、やっとパーです、お待たせでしたね、お待たせパーお待たせパーです、本当によかったよかった、本当に5倍で終わるかと思った